皆さんこんにちは。今日は心も体も気持ちよく過ごすために生活の中に取り入れられる10個の習慣についてご紹介します。まず1つ目は、朝はできるだけ太陽の光を浴びることです。太陽の光を浴びると自律神経が整えられ、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されることにつながると言われています。そしてストレッチをしたりして体を起こさせるようにします。二つ目は、温かい飲み物を飲んで体を起こさせることです。温かいお茶や白湯を飲むとデトックス効果もありますし、体が目覚めてくれるので毎朝必ず飲むようにしています。3つ目は、モーニングページを書くことです。モーニングページはある本を読んで知った方法なんですが、毎朝ノートに思いついたことを書いていくだけで人生が変わるくらいに行動に変化が現れるというものです。自分の思いつくままに今思っていることをありのままノートにすべて書いていきます。4つ目は、植物に水をあげることです。毎日少しずつ成長している植物を見るとなんだか元気をもらえる気がしてきます。5つ目は、食事の時間を楽しむということです。少し特別な朝はフルーツをいっぱい使ったヨーグルトを食べたりしています。バナナやナッツに含まれるトリプトファンという栄養素は心の健康を保つのにも大切な栄養素と言われています。ヨーグルトに入れて摂るのは簡単なので、ちょっと時間のある朝はこんな風に食べたりしています。あと、私は冷え性なんですが、シナモンは血行を良くしてくれる効果があるので、それも一緒にかけてしまいます。6つ目は、お部屋の掃除をして気持ちのいい空間を作ることです。どうしても忙しい時なんかはお部屋が荒れちゃうこともあるんですが、気持ちをリフレッシュさせたい時はいつもより少し念入りにお掃除すると心が洗われるような気持ちになれます。7つ目は、自分の気に入った香りのルームミストやハンドクリームを使ってリフレッシュすることです。今はお家でお仕事をされている方も多いかと思うんですが、作業の合間の少し集中力が切れそうな時はライムや柑橘系の香りが集中力を高めてくれます。また少し疲れてしまってリラックスしたい時なんかはイランイランやカモミールの香りなんかがおすすめです。8つ目は、お家でネイルケアをすることです。私がよく使っているのはこちらのキャンメイクの N29 番と PA の A141 番です。どちらもすごく自然な色なのでとても使いやすいです。手元が少し綺麗になっただけでも結構気分が変わってくるので、自分でお家でネイルをして気分転換をしています。そしてこれは普通にドラッグストアなどで購入できるネイルケアの美容液です。
この季節は特になんですけど、洗い物をしたり手を洗ったりするだけですぐ手元が乾燥してきてしまうので、こちらを使うのと使わないのとでは全然違ってきます。この爪はキャンドルを灯してリラックスする時間を作ることです。これはメディテーション、瞑想している時の様子です。少し怪しい感じに見えるかもしれないんですが、瞑想を習慣化することでストレス耐性がついたり不安な気持ちを軽減させることができる効果が認められています。あとはストレッチをしたり読書をしたりしています。自分の気に入った空間で自分の好きなことをする時間を持つだけでも心が安らぎます。最後はバレットジャーナルや手帳やノートを開いて一日を振り返る時間を作ることです。その日の出来事やその時自分が感じたことをありのまま書いていきます。特に自分がどんな時に嬉しいとか幸せだなぁと感じるのかを書いていくようにしています。これを5分だけでも毎日続けていくと自然と自分の思う幸せに向かって行動するようになるので、続けることでいい変化を感じられると思います。バレットジャーナルじゃなくてもスケジュール帳の余白の部分やノートに日記としてそれを書いていくだけでも全然大丈夫なので、ぜひ試してみてください。もしよろしければ皆さんが生活の中に取り入れている工夫だったり素敵なアイディアをコメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。